えーとですね、あのちょっと私から問題提供しなあのしたいと思ってまして、おおおえっと要はあの AI は言葉の意味がわかるか、でもまあわ当然 <laughs> 我々はわかる派なんですが、でも本当かなというところでちょっとあの疑問を投げかけたいなと思っています。何を意味がわかるとは何かっていう話ですか？そうですね。 そういうことです。ですね、まあ、あの、ビットゲンシュタインとかもかなり考察したような話だとは思うんですけども、あの、まあちょっと、あの、やっぱり改めて、あの、まだ問題にしたいことがあるなと思ったわけです。ちなみに、この奇妙な絵は何ですか、ね、<laughs> この、ね、いや、これもダリの仕業ですよ。えっと、あの、他<う>に Can AI Understand Natural Language ってやったら、なんか、 文字しか出てこないようなつまんない絵しか出てこなかったんで、えっと、あのうん、アブストラクトオイルペインティングって、あの<ー>、まあ、油絵の抽象画ですよね。で<ー>あの、AI が意味がわか,かるかをあの表現してるような抽 <laughs> 象画って言ったら、なんか<ー>目玉みたいなロボットみたいな、電波発してるみたいな、なんともちょっと面白い,、はい。いいですね、これ。わからんな。いやもう表紙絵にこと書かないですよ。もう楽しめちゃいます、れ<ー>これね。はい じゃあ内容いきます、えっとまあ、つまり AI は言葉の意味を理解できるかと、まあ、今現在しているかと今後もできるかっていうような話です、ね。本質的に可能なのかっていう話ですね。で,、えっとまあ、できない派っていうのはあのいましてあの、今までもよく やり玉に挙げましたが、えっと、荒井紀子先生の AIVS 教科書が読めない子どもたちの中では、AI っていうのはで、の AI ていうか、計算機ができるのは、計算と論理演算と確率と統計だけなんだから、言葉の意味を理解するなんてことは、そもそもできませんと、未来英語できません、だから信じられていきませんみたいなことを言ってますね。それから、えっと、えー、割と最近出た本で、西垣徹先生の、えー、新基礎情報学では、えっと、 意味っていうのは本来、あの生物が生き,てるい生きていくための文脈とか状況の中に埋め込まれた価値のことであると、だからまあ生存確率を高めてくれるような情報みたいな価値ある情報のことを言うのであって、生き物でない AI には、気を論理的に処理できても、文脈把握ができず、意味、理解が不可能なのと、すごい断定的に言い切っちゃってますね、できない派ですね。 であの数の上ではこっちはマジョリティなんじゃないかなという気はしますけど、で,できるはずは我々の言い分としては、えっと、あの現状の AI すごいじゃないかとで、パフォーマンスを目の当たりにして、まだ AI には意味が 理解できててないって言えんのかとで例えば自然言語処理では GPT3 とかラムダとかあって特にあのラムダ騒動とかありましたけど Google のエンジニアの人がもうこのラムダにはあの感覚意識が宿ったと思い込んでしまったというあの騒動がありましてそれから、えっと、あの画像生成 AI の方でも,もダリの初期バージョンでもって去年の1月に出てるんですね、えっとえー、赤ちゃん大根がチュチュを履いて 犬を散歩してるなんてキャプションを入れるとあのそういう絵を描いてきてあのその大根にコシがあるかどうか分かんないけどその非常にいい位置に一を履いているとだから言った言葉の意味が分かってなきゃこんな絵が描けるわけないんだから当然意味分かってるじゃないかこれを見なさいよっていうのが、まあ、我々の言い分なわけですで。どっちが勝ちか という問題ではなく、えっと、改めて問い直したときに、じゃあ、もっとずっと先を見通したときに、あの自然言語を取り扱う能力において、まあ、平均的な大人の人の能力というのを、まあ、富士山の山頂に例えたとき、今の AI は何号目まで来てるのかとか、今後頑張ってどこまで山頂まで行けるのかどうかというようなことを。 がまああの疑問としてあるということですねでえっと今結構すごいしそのスケーリングっていうのはあのまあニューラルネットのパラメータ数を増やすとか あの計算機の CPU の計算パワーを上げるとかあのでっかいデータを食わすとかでかいコーパスを食わすとか、まあ、そういうようなことですねスケーリングっていうのでかくすると。とあの今んところそのスケーリングによってさちるとあのもう頭打ちになるっていう現象はなくてあのスケーリングしたらした分だけ性能が上がっていくというこの坂をまだ登ってるのでこれどんどんやっていけば結構いけちゃうんじゃないかという見通しなんですけどどっかでやっぱり手法の限界が来てあ 7合目までいけたけどそれ以上頑張ってもどうも登れなくなっちゃったなっていう限界が来るのかそのままスケーリングで山頂までいっちゃうのかというのは結構疑問として残るんじゃないかなと思います。 でえっと、今の自然言語処理の主流はまあトランスフォーマー系というやつと、まあ、あよく見るおなじみの図ですけど、まあ、左下から例えば英語の文章がインプットで入ってくるとあの左から右に行くところでなんか意味みたいなものに変換して意味が右に行きますとで左がエンコーダーで右がデコーダーで今度は意味を解釈して一番上からフランス語の 英語入れたらまあフランス語の単語が1個出てくる、1個出てきたのをまた一右の一番下から入れて、えっとであの、左から来たのと合わせて、次の単語をよこす予測すると、次をまた下から入れてとあの、単語1個1個、次から次へと予測していくというやつですね。で右だけ使えばあの、入力文に対して続きを書いてくるっていう GPT-3 みたいなものができるというようなのがおなじみで、これのスケールをでかくしていけば、どこまでいけるかっていう話ですね。 でえっと、ところであるタスクというのをかか考えてというか、ちょっとあの、まあ、見つけたんですけど、自動運転で例えば警察庁があの交通の方法に関する教則っていう長い文書を公表してるんですね。でそれはあの日本語で当然自然言語で記述されてるんですけど、それを AI が読み込んで理解して、それでそれにのっとって、 車をを運転すする AI っていうのを作りたいですよねそうするとルールが変わったらそれを読み込ませればまた新しいルールにのっとって運転できるのであのニューラルネットの中のどっかにそのルールを書いておくとかしなくて済むのであのこれに従って走れみたいなことができたら いいわけですよで他にも例えば野球とかサッ,サッカーのルールブックっていうのはもう言葉で文章で書いてあるのでそれを理解してそのルールにのっとって競技するロボットとか作りたいし働く場合は会社のす就業ルールをまず読ませといて分かったねっつってこれに従って働きなさいよってやれればいいということがあるんだけど,だけどこれできるかなっていうのがよ割と疑問ですね。 でえっと、交通ルールってあるんですね。えっと、これ、警察庁のホームページへ行くと、あのウェブサイト内にこういうい交通の方法に関する教則という、この長いドキュメントがあって、えっと、4章あたりから自動車を運転する前のこれ5章が自動車の運,運転の方法。 っていうことで、これまだまだあのスクロール版の続いてるんですねで。これまだ目次ですけど、例えば第5章、自動車の運転の方法、安全な発進とか、乗り降りはどうだとか、開け閉めはどうだ、何度かあの、窓に肘かけるなとか、これ AI 関係ないでしょうけどね、なんてこと、シートベルチャーとか、うん、<laughs> こんなのが書いてあって、えっと、AI 関係ないのもありますけど、あの これは守んなきゃってのはちゃんと見分けて守るなんてこういう映画作れますかってのは割とあの切実な課題だと思います。それではこういう論文を見つけたというか、まあ、あの教えてもらったというかなんですが、えっと、サボン・ボウさんという方で、えっと、トヨタ工業大学の方ですね。で、えっと、今まさにこういうあの自動運転車であのその警察庁の,あのこの教則本にのっとって <laughs> 運転する 自動運転それ自動車を作りたいという課題をなんとかしたいというあのそういうお題に対して考えました。で、オントロジーから頑張ってますって言うんですね。で、オントロジーってまああるんですけど、これはイメージとしては第2次 AI ブームの頃流行ったあれかみたいなのがあって、ちょっとトランスフォーマーみたいなやつの勢いのもとではちょっと。あの 影に <laughs> というか、えっと、あんまり目立たない存在になってるなというのをやり方でコツコツやって、論文自体2020年に出てるものですね。だから、あ,あ、そっちから攻めてるのか、これいけるのかな、みたいなことを、だからといってトランスフォームでいけるのかなといのもよくわかんない、みたいな状況ですね。で、えっと、オントロジーってまあよくわかんないんですけどね、えっと、まあ、言葉を本当に文法的に真面目に解釈しようと。 だからどの言葉がどこにかかってとか何々でって言った時にも手段で電車で行くとかで,でって言うか何々スピードで行くっていう速度で行くか、えっとまあ、まあいろんなでがあるのでこのこのでは何,何をスピードをらしているでであるみたいなことを解釈するっていうとっても真面目でコツコツしたやり方で本当に文章を解釈して でその先に意味が分かるという段階があるという、あ,のある意味、成功法みたいなやり方をしているとあ、ちなみにトヨタ工業大学というのは、あのトヨタ自動車のトヨタ佐吉さんと、えー、その、えー、息子さんですかね、あの2代目社長なんですかね、が、えー、大学も作ったというルーツがあるようで、まあ、だからといって、トヨタの下請け研究所ってわけでもないんでしょうけど、まあ、先ほどの自動運転に関わるような課題にも取り組んでいると。 大学のようですということで、えっと、これが最後のシートかな、えっと、私の疑問としては、えー、自然言語で記述されたルールを読み込んで理解して、それにのっとって行動する AI とかロボットを作りたいという課題に対して、今流行りのトランスフォーマー系ってどこまでいけるだろうかというのが疑問です。で、えっと、ルールブックを理解したかどうかを言葉による説問でテストすれば、それはそれなりに良い点を叩き出すはずなんですが、それをもって理解した って思っちゃいそうですけどでも書いてあったルールにのっとって行動できるためにはもっと真面目に理解しなきゃいけないんじゃないかなっていうもっと奥のというか次のというか難しい理解の仕方へ行かないと正しい理解というかちゃんとした理解とかそういう次の本当の理解ってあるんじゃないかなという気がします。でオントロジック いうとなんか古めかしいイメージあるけど、じゃあトランスフォームだったりいけるのかってどっちの価値かもよく分かんないし、もしかしたらここでここからで壁にぶち当たって、ハたと困り果てたりするようなことはないのかなというのがあの今思っていると。でヤンルカン そのあのメタの方ですけど割と将来の展望に関しては悲観的なことを言っててあのそう簡単にはいかないよみたいなニュアンスでものを言ってたような気がするんでもしかしたら同じようなことを考えてるのかもしれないなと思ったっていうのとあの武田先生はあのこの前塚本先生があの AI 学会の時に。 インタビューされてましたけどあの、ザ・オントロジーみたいな方なんで、やっぱりその本当の理解にはこうじゃなきゃだめだよと思ってるかもしれないので、どうなんだろうなと思っているということで、こんな疑問を投げかけたかったですという話でした。これ、なんでいきなりこんなことを言いたくなったんですか何かきっかけあったんですか、えー、あったにはあったんですよ。えー、っとですねあの、毎月やってる勉強会というか、あの に参加しててその勉強会っていうのは自然言語フォーラムというあの団体が団体というかフォーラムですねあるんですよ。それで、えっと、毎月毎月あの、まあ、先生を呼んでシングルリッチサロンみたいに講演をしていただくというのでずっと参加してるんですけどついこの間この論文を書いた、えっと、ボウさんという方が講演されたんですよ。<ー>今週月曜日に。そ,を見て <laughs> そうなんですよなんか。 違う古い感じので頑張ってるなっていうところに何かこう感じるものがあったということなんですね。そういうことです。あの聞いたときはなんか、えー、まだオントロジーやってるの古臭く,くないとか思ったんですけど、よく考えてみると、この、はい、この課題はこの課題で、トランスフォー,ーフォーマーにとっても結構苦手かもしれないぞと、うん、ははたと思ったという。私、あの、5月に人工知能学会の全国大会に行ったときもそんな感じでしたよ。うん、トランスフォーマーとかね、そういうのほとんど出てこなくて、うんうん あのまあ、そういう古典的なあのシ,ン、えー、シンボリック AI みたいなやつとかですね、エージェントとかですね、なんかそういう、うん、もうずいぶん20年、30年前からあるようなあのカテのそういう研究の取り組んでる方々ってうのは、きっとトランスフォーマークが今に行き詰まるから、我々われのがこう台頭してくる日が来るぞと思ってやってるわけですよね。 いやいや、だからそれはそれで否定できないところはありますけども、ちょっとラ田彭司さんがね、急にそのことに。だってもう、あの、テーマ自体は別に今さらっていう感じそうなんで、すよずっと延々言ってるような話じゃないですか。そうなんですけどね。で、あと、ヤン・ルカンさんがなんか言ってたっていうのは、最近もニュース出てましたね。本まだピースは足りないと。 おっしゃってますね、うん、根本的な何かが。うんえー、かこのままのスケ,ースケーラビリティを上げて、<様>ね、はできなないいととううふうなことをおっしゃってますね <laughs>、うん、自然言語コーラムっていうもの自体は、でもなんか、パッと今見たら GPT-3 とか、量、はい、子コンピューターとか、はい、かその辺と関係しているような研究、うん、そうですねはいうん、えっ。と でもこれ自然言語処理的な AI というよりもむしろ言語学なんですよねあだからチョムスキーの統合理論とかそういうのでではいはい、かどこかでだから今の,この発展しているこの量で攻める方向ですよね、うん、そちらとうまく統合すればいいんでしょうけども、うん、今の勢いで,いで見る限りそれなしに力技だけでいく方がなんか成果が出てると。 うん、いう印象を持ってしまいますけどね、どううでしょうかねそう今は統合どころじゃなくて競合ですよね、なんか敵同士みたいな感じで、勢いがいいのはトランスフォーマーみたいな、今のところはっていう感じですね。えー、だからその、今のね、力技の側がね、力技のこの言語処理 AI の側が、うん、自分自身のメタレベル認知の部分に、うん、なんかそういう外の知識を取り入れるようなことができればね、 画期的にまた変わってくるんでしょうけどもそのメタレベルのなんか機構ってないですよね。うん、ああそうですね,ね自己研究みたいなあ現あの。今のトランスフォーマーとかね。うん、メタレベルをなんか自分で入れ替えてみたいなところっていうのがあんまりないので、うん、その辺が出てくるとこの文法知識みたいなのはすごく有効になってくるのかなっていう感じはしますけどね。<laughs> あだって<や>あのさっきね、えー、っとトランスフォーマーのメカニズムをこの示されて。 それが意味の理解だというふうにおっしゃってましたけども、うんうん、それはなんかちょっと違うような感じもしますでも一応エンコーダーからデコーダーに渡っていくこの情報というのは一応意味が渡っていくみたいな考え方ではあるんですけどね。う英語の心を理解して、それをフランス語に翻訳していくという。うんうん、だから一番トップに、英語を入れて一番トップに行くのは意味が抽出されているとまあ思ってるわけですよ。うんうんうん えっと、自然言語フォーラムのことをあまり持ち出したくないなと思ったのこれはあの、毎月やってて10回目まで来たんですよ。10回目が今週の月曜日に開かれたんですけど、えっと、参加者がまずあの主催者、司会者ですね、それからその方と協調論文を書いてる大学院生で、あの博士課程の学生さんですね、それからあの先ほどの,、えっと、あのスピーカーというか、あの喋った方ですね、それと私。 総勢4人だったんです <laughs> あ<れ> <laughs> なので、そのえっと自然言語フォーラムというこの名前のデカさと、はい、現実のこの実態のこしょぼさという、このギャップというか、<laughs> これがすごくて <laughs>、自然言語処理、AI、え、は、ー、こんなに華々しいのに、言語学ってこんななんだって、ちょっと思っちゃいました。<laughs> <laughs> うんはいまあそういうとこでいいでしょうね発起人だけでも9名書かれてますけどね発起人がいるのに発起人が出席しないっていうねっ象徴的にはなはいじゃあそういうことです